父トビーズコーナー、母フィリグリーレース、母馬関西、火曜正し厩舎入厩予定。オグニスティーブルに移動し、ブレーキングをスタートしています。幼さがだいぶ薄れ、たくましい筋肉がつき始め、見栄えが良くなってきました。干渉が強く、動きもキビキビしているのは好印象です。兄クラムルージュが2歳になってから急成長を遂げているように、今馬もさらなる成長が見込めるのではないでしょうか。